夢と感動と心の満足をたくさんの人に提供していくというのが当社の理念になっています。でこれはですね、実はさっきも話をさせてもらった株式会社ボックスグループからずっとその引き継いでいるんですね。なぜボックスグループでその理念だったかというのはですね、もともとうちの創業者の松田会長の松田がですね、映画が大好きだったんですよ。それでもうビデオレンタルの事業も始まっているというところなんですけども、そのボックスグループって社名自体もいろんなその夢をね、それ一人一人の社員が持って人々に感動を与えられるような、そういった会社の集合体になろうよっていうことで、まあボックスグループっていう企業名がついたんですけども、その時にすでにもう夢だとか感動とかっていうまあキーワードがあって、それをまあずっと私たちも引き継いでいるということですね。ゴルフで大きな会社になりたいとかっていうことにこう狭めているわけじゃないってことですね。挨拶とそれから掃除、そして、なんていうのかな、こう思いやりの心みたいなっていうところがあるような気がします。文化としてこれもずっとこう脈々とその引き継いできたものなんですけども、挨拶に関してはね、もちろん朝来た時とか例えば退社する時に、お先に失礼しますとかっていうのは当たり前なんですけども、そのお店の中でお客様に対してですね、どんだけその気持ちを込めた挨拶ができるかっていうことが非常にまあ大事であるということを社員のみんなにもですね、伝えているつもりです。はい。それから、掃除もそうなんですけども、もうごく自然に当たり前のように、まあそのきれいにしていくと、自分たちとその職場環境をですね、本当にその磨き上げていくみたいな、そういったそのまあ気持ちがですね、そのままずっとこう引き継がれて今もずっと行われているんですね。例えば、さっき思いやりって言いましたけども、我々もここに実はですね、物流センターも併設してるもんですから、荷物がひっきりなしに届いてくるわけですね。その時に、手の空いてる社員はですね、例えばその5人10人こう出て行って、で一緒になってこう下ろす手伝うというのがごく当たり前になってるんですね。自然にそれができるっていうのも、まあ当社の強みにもなってるかもしれないなって思うぐらいに、そういうこう、業者さんで、いいの業者さんを大切にするということを、実際行っています。